東松山市等なる地区埼玉県道66号行田東松山線は埼玉県行田市から東松山市に至る県道である。江戸時代には日光脇王館と呼ばれ八王子から日光へ向かう街道として整備された道である。旧道は行田市吉城跡の交差点から前谷を経由し、河野市吹上本町交差点で中仙道と交差する。その後、 富士電気機機制御吹上事業所東側を通り、大足橋,橋の下流にかかっていた日本の急境を渡り、熊谷市と東松山市の境付近で原道と合流するルートであった。起点の行田市桜町交差点吹上駅、入口交差点間は産業道路と呼ばれており、その内下人交差点吹上駅前交差点間は4車線化されている。また、 高崎線との交差部分は立橋化されている。旧道から分岐してこの立橋へ直結しており、このうち国道17号か松下交差点以南も行田東松山線となっており、現在国道17号高崎線間には二ルート存在していることになる。東なる交差点から上の本交差点までの区間はかつて国道407号だった。また、そのうち 本町2丁目交差点から若松町1丁目交差点までの区間はかつての国道254号だった。高崎線との交差する橋は1993年8月に開通した。ありがとうございます。